はい、えー、関西区本田と申します。6時までということなので、ちょっとか、はい、け橋になるかもしれませんが、えーとまあ、10分ぐらいに縮めてお話ししようと思います。えー、とまたそうですね、あのちょっとか <laughs> け橋かもしれないので、またご質問を後でいただければと思います。 私の方からは、その下水規格における、えっ、ー、と、おまあ、情報公開に関する論点整理ということで、お話しさせていただきたいと思います。あの,ーまああの、3名の先生方から、あのーまあ、下水規格については、まあ、ほぼその、まあ、プルーフ・コンセント。 コンセプトが進んでいるというようなお話がありましたので、もその情報の活用について話したいと思います。えっと、はい、私、金沢大学の本田と申します、えっとま。東京大学都市工学出身で、ま、2012年から金沢大学におります。ま専門としては、まあの、下水コロナをやる前は、ま、薬剤下水由来の薬剤耐性菌や、ま、あの水処理、排水中、ま、主にマクロ化を使用した生物処理プロセスや、ま、アジアの水環境ということを、ま、やっておりました。 でまあこれもちょっとまあ言うけれどもはいまあ、防災防災各月連携体ということでまあ感染症はまあいわゆる災害と考えてもいいようなものではないかというふうなことで考えてまあちょうど100年前のスペイン風邪その時推定5億人が感染したというものに匹敵するものにまなっていますでまあこのコロナの前もですねまあ2000年以降おお1年に1回じゃない 頻度ではパンデミックが起きていて、新興感染症というのはこのコロナが収まった後もそらく出てくるだろうというふうに考えています。えーまあ、今日のお話する内容は、えっとまあ、あの村上先生と協調で書かせていただいたこのデータサイエンスジャーナルというジャーナルの、まあ、内容を、まあ、少し、えー、を踏まえたものであります。でまあ、ここら辺も、まあ、あのこれまでの先生方の話でよ、まあ、いかと思いますけれども、お コロナの場合は無症状の人が多いということと無症状の人も感染力を持っているということが難しいということで下水の検査が有効であるだろうということですね。うん、で、えっと、その下水の検査ですけれどもあのその応用するスケールが1回。 まあいろいろあるとまあいうふうにまあ考えていますでまず下水処理場一番大きい領域でいうとまあ下水処理場でとってそのまあ流域の地域のまあ流行のトレンドまあ増えているか減っ 感染者が増えるか減るかっていうようなことを早期に把握するあるいは感染者がいないところから感染者が出たということを検知するというようなものから、えっとまあ、選手村やのようなところの施設単位ですねそういったところでその中にえっとまあ いわゆるクラスターが発生しているかどうかした,したということを検知する、あるいは個別検査と併用して、下水が陽性になれば、全員検査して、感染者を洗い出して隔離するというような使い方があります。 でまあ、さらにまあその中間的なものですね、あのマンホールや中継ポンプ場ということで、まあ、下水処理場全、流域全体ではなくて、その一部の流域を対象にした、まあ、より小さい地域の感染状況を調べることで、まあ、どの地域が、まあ、感染震源地、感染が今、まさに広がっているところであるかということを特定するというような、まあ、ことも可能であるというふうにまあ言われています。でまあ、検査対象の人数としては、まあ、広い領域の方が多く。 施設の方が少ないわけですけれども、またその検査に求める定量性としては、どちらかというと、少ないところですと、感染者がいるかいないかという定性的な試験になるということに対して、広域になればなるほど、やはりトレンドを見るというような定量的な検査が求められるという傾向にあります。もちろろろん応用方法いいあるので 主にあの我々が、まあ、多くの場合考えているものとしてはこういうような使い方ということになります。で、ちょっと今日簡単にその広域と、まあ、施設の。 ことについてまあ簡単に紹介して、まあ、その後、まあと、情報交換について整理したいと思います。まあ、これは私のほうで、船、ま、橋、あ、と連携してやっているものですけれども、船橋市の処理場を対象にした、えっと、流行のトレンド予測ということになります。で2つの処理場のまあ3つの処理区に分かれているんですけれども、だいたい船橋全体のまあエリアとしては半分ぐらいですね。で、人口としてもまあおよそ半分ぐらいをまあカバーするような流域でまあ試験をしたと。 で今回の結果はこのそのうの西浦ということなんで、まあ、全体の人口として60万人と10万人を対象としたものになります。でまあ、こちらへと、まああのーまあ、簡単に言うと下水処理場から下水を取ってきて、ウイルスを濃縮して、まあ、RNA を抽出しますで。その抽出した RNA を3回 PCR で検査します。でその時に、えっとまあ、3回 うち何回陽性であったかということによって、そのどれぐらい、まあ、例えば1週間後に、えー、どれぐらい療養者が増えるかということが、まあ、ある程度予測できるというような結果になります。でも、この3回測って陽性がいくつ出るかというのは、まあ、非常にまあウイルス濃度として低い濃度の領域になりますので、そのポアソン分布に従ってその何回陽性が出るかということが、その濃度 レベル、コピー数という形は出ないですけれども、濃度レベルとして仕分けられると応じて変わるということを利用しております。で、えっとまあ、下水を取ってきて、処理場の流入下水を取ってきて、まああのまあ、3回試験としたときに、まあ、3回のうち、まあ、1回も陽性にならなかった場合ですね、その後、その採水した日から3日後から10日後の,この1週間のまあ 流域の利用者数の増減を見ると、まあ、こういった形で正規運賓にきれいに従っているということが見れました。で、えー、ここから見ると、まあ、例えば、えー、陽性で、まあ、すみません3回から1回以上とこういう感じ、で3回から1回以上とこういう感じというふうになります。で、あの見るとあの陽性の数が増えるほどこの増加しているポイントが増えていると。 いうことが見て取りますでちなみにこれ区別しないと大体、えー、と取ったサンプル数のうちの45%ぐらいが増えるということで増えるか得るか半々ぐらいなんですけれどもこの陽性率陽性数で仕分けするとその増加しやすそうかどうかって傾向を得てくるとで陽性率がゼロの場合この請求分布に従うとすると0より大きくなる両者差が0より大きくなる のは増加する確率は大体27で、まあ、逆に言うと、えっとまあ、減少、また横ばいになる確率は73%ということで、えー、まあ概ね減少しそうな傾向には。 が強いといととうことがわかります。で同じように、えー、1回陽性ですと、まあ、増加する確率は65%で、まあ、2回以上になると70%。ちょっとまあここ12月31日のデータでちょっと引っ張られてるんで、少しもう少し高いんじゃないかと思ってますけれども、こういった形で陽性率でその3日後から再生後の、まあ、3日後か当今一1週間の療養者数の増加。 の確率がわかるということですね。ということが分かってきました。で、まあ、こういうことが下水濃度のレベルから、えー、と療養者数の増加するかどうか、まあ、天気予報の降水確率のような形で、えー、出すことができると。で、まあ、この情報というのはどういうふうに役立つかというと、まあ、入院の病床や療養施設、そういったものが、あ 1>, まあ1週間後に増え,てそうだと増えそうだということであればあ、それを確保するということで、ある程度の猶予を持ってその準備ができるというようなことがまあ考えられます。で、まあ、これちょっと先ほどオランダの話も、オランダはこういう形で、まあ、そういった下水の濃度情報をウイルス濃度で公開しています。でもう一つは局所スケールの流行。 まあ施設単位の流行ト検知ですけれども、まあ、こちらアリゾナ大学の学生寮での例をちょっと紹介したいと思います。でこちらアリゾナ大学学生寮では8月の17日から31日まで下水をこの青か赤が書いてるところを取っていたんですけれども、まあ、陰性の時ですね、で陽性のときに PCR、ね、の PC 検査を行うということをまあしました。まあその陽性をまあシグフラグとして飛び出る陽性者2名出て隔離。でまあ隔離すると下水がまた陰性に戻りまして、そしてまたあの陽性が出。 下水が陽性になった時きに検査すると、また2名陽性で隔離室る。そういったことで、施設単位で下水,を下水の結果によってその感染者のスクリーニング、全数検査をするかしないかということを分けてです、ね、感染者をスクリーニングして隔離することに成功したという報告をしています。でえっと、先ほど選手村の話でもありましたけれども、その下水が陽性だった場合に、この 個別検査、個人の PCR 検査で陽性だったかどうかというののデータもこちらの論文で示されています。でまあ、あの少し前まで,です、ね、陽性であるときていうのは感染者がいることはほぼ間違いないですけれども、まあ、陰性だった時にいるときにいる可能性もあるというふうに考えたんですけれども、実際この論文から得られた陽性的中立、つまり下水が陽性だったときに本当に陽性がいる。 感染者が見つかるという確率は80%、さらにその陰性的中率、下水が陰性だったときに感染者がまあいない、PCR 陽性者がいないという確率もまあかなり高い、9割近い確率で出るということで、えー、その陽性、陰性、どちらもある程度、感染者がいるかいないということを、かなりの角度で知ることができるんではないかということを示されています。 でちなみにまあこの確率なんですけれども、このえっ、ー、とドミトリー・ではマンホールからあのまあまあ、朝1回8時とか、まあこの日は5分ずつで20回取ったんですけれども、まあ、グラブサンプリングでですねその24時間撮ってるわけではないということだったので、もしまあ、先ほどあの選手村でもやられてるようなパッシブサンプリングとか、あるいはコンプシートサンプリングをすると、もっとこれがあつまり排泄された時を、 ものをすべて集めることができれば、この確率はもっと上がってくるというふうなことが考えられます。で、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と,、まえーとま、こういったスケールによって、ま、いろんな適用があるんですけれども、えーま、それをどういうふうに情報活用していくかということですが、えっ、ー、と、ま、その 対象スケールが小さくなればなるほど、広角的な感染者の隔離やロックダウンができると。 施設とかあるいは小さい流域であればその流域だけであ、まあ、えっ、ー、る。下水処理場流域も、まあ、都道府県よりは小さい単位にできるのでそういう意味ではやりやすいですけども、まあ、大きくなればなるほど、まあ、人流抑制といってもなんか全員に家にいてもらうというのもなかなか効果というのも、まあ、全員に行き渡ると難しくなってくるということはあります。で、まあ、そういうのもあって感染対策、まあ、こういった例えばもう少し都道府県単位よりも小さい流域で 感染者流行状況を把握できれば、その地域を特定して、そこに都道府県全体を例えば、今だと飲食店の。 制限なんかをしていますけれども、小さい地域にすれば、その地域は制限する地域、制限しない地域をメリハリのつけた対策にすることによって、経済と感染対策を両立できることがしやすくなるということになります。ただ一方ですね、そのデメリットとしては、小さくなればなるほど、やっぱりその感染者がいる集団というものが特定されてくるということで、差別やスティグマというものが助長されやすくなると。 ということがあります。まあ、匿名性がまあだんだん小さくなってくるんですね。で、また、その感染対策、権利制限への不祖先県全体だったらまあみんな我慢しているということですけれども、例えば一部の地域だけということになると、まあ、個人の権利制限に対して、そういう保険が出てくるということがまあ出てきます。で、えー、っと、まあちょっと、 今日は2つ紹介したんですけど、まず匿名性の問題、差別、スティグマの問題ですけれども、まあ、対象集団が小さいほど、まあ、差別等の助力が強くなるということですけれども、まあ、特にその例えば感染が広がっている地域が、まあ、所得格差がある。 ある貧困地域であるとか、まあ、宗教的な文化的な特徴のある地域である場合はそういった差別をまあ助長する可能性があるというところであの注意しなければいけない、まあ。海外ですとやはりその住んでる地域によってストッが違ったり、まあ、宗教的な、うん、監視が違ったりということもありますし、まあ、国内でも、えっとまあ、そういった地域によってそういった特徴があるということも 例えば外国人の労働者の方がたくさん住んでるようなところとかそういう対象になりかねないというふうに考えます。ただ現実的にはその生活習慣なんかによって感染が広がりやすいということもありえると思うんですけれどもその時にどういうふうに情報を扱うかということがすごく大事であってその前その情報はその差別スティグマに根拠を与えるのではなくてそういった 生活習慣とか、あと、まあ、そこの集団の特徴に合わせた感染対策に、そこでまあ大事な対策にの活用を作るのにまあ活用するということがまあ必要になるわけです。で、まあ、下世へ影響で得られた情報をどういうふうに公開するかということですけれども、まあ、情報をすべて公開するということもオプションとして持ち上げますし、まあ、そのまま公開するのではなくて、まあ、そういった政策決定には使うと。 ただ、公開はまあ原則はしない、例えば遅れて公開するとか、あまあそういったやり方があると思うんですけれども、そういったまあ対象集団の大きさ、つまり処理場スケールなのか、あるいはマンホールスケールなのか、施設なんかによって、えー、まあ公開やまあ情報活用の仕方を変えていく必要があるというふうにまあ考えています。でまあそこで、そもそも情報収集を行いという選択もあると思うんですけれども、まあ、これは、 今までの話を聞いていると、まあ、あの下水教育の有効性を考えると、まあ、1か2で十分対応する方があが、ベネフィットが大きいんじゃないかと、まあ、私は思っています。でもう1つは個人の権利制限の問題ですけれども、えーまあ、対象中断が小さいほどメリハリ聞効いた感染対象可能なんですけれども、一方で、その 権利制限を受ける集団というのが小さくなってくる。特定の個人や集団だけが隔離とか、えっとまあ、ビジネスクロージャーとかそういった権利制限を受けるということになります。でまあ、今の個別検査でも隔離措置されたくないからということで、個別診断を給付するでもありますし、まあ、これは、まあ、公共の便宜と個人の権利の、まあ、いわゆる古典的なトレードオフの問題と思います。で下水に関しては、まあ、そういったまあ議論があまりされてないというか、まあ 思ってぼんやりとは、血、ま、液、あ、薬のデータを、情報によって特定の個人種の検査がということは、まあ、国内では大まかにはそこまで反対されないと思ってますけれども、まあ、社会的にはそんなにまだ明確にそういった合意が取れてるわけではないというふうになります。で、まあ、例えばその、ワ、ま、ン、あ、ブロック離れたとこの飲食店が、ここはやっていいけど、あっちはやってはダメだということであれば、 まあ、おね合意を取られるかもしれないけど、ですけれども、例えば同じ小学校や中学校の学区で、こっちの地域の子供さんは、えっ、ー、と、下水化が出たんで、えー、ちょっと、投稿を、まあ、やめてくださいこうあ。そうじゃないところは投稿してもいいですっていうふうになってくると、まあ、意見が分かれる可能性も結構あるかなと思っています。なので、まあ、そういった下水影情報根拠に、まあ、どういう対策を行われるかっていうことを、まあ、きちんと出すこと、それから、えー、まあ、それによってどういう便益があるのか、 でまた、その制度というのも大事で、やっぱり確からしければ確からしいほど、やはり、まあ、皆さんそこにま納得があるわけですけれども、曖昧であればあるほど、やはり、えー、不満足であるということになります。で、全く対策をしない場合は、まあ、そこまで厳しくないかもしれないですけれども、まあ、こう対策に使う場合には、そういったこともきちんと考えた上で情報を出すということは大事じゃないかなというふうに考えています。で、まあ、じゃあ、あ情報を出さない方がいいんじゃないかということを言いたいったらなくて、この情報を出すことが非常に効果あるということ。 とも併せて話したいいと思います、えっと。こちらは山形大学のタスコスメマーの渡辺徹先生と滋賀県財局でアンケート調査を行われたものですけれども、えーま、緊急事態宣言大阪市と仙台市が今年の8月ですね大阪市と仙台市は緊急事態宣言で出ていて秋田市は出ていないところというところで、えーま、あの下生育学の成果をベースにですね、まあ 新規感染者の増える確率が1週間後80%ですというふうになった場合に対策を強化しましたという場合に、まあ、強化するというふうに必ず強化すると強化するというふうに答えた人が3分の約3分の2で、さらにどちらかというと強化するを加えると9割以上の人が、まあ、その情報を参考に感染対策を何かしら考える。 結これでさらにですねあのこの実際この8月の緊急事態宣言下でじゃああなたはあの、まあ、いくつか6つの行動変容について、まあ、対策についてあのどれぐらい以前と比べてやるようになりましたかということを聞いた場合にこのこのオレンジの方がその大幅そんなに大きく強化していないという人なんですけれどもその中の人がですね、まあこの 80%の確率で増えますよ、1週間後にというのがあれば、もう強化、どちらかとすれば強化するというようなあ形で回答しているということで、その緊急事態宣言、まああの、かなりもう皆さん慣れっこになっている部分も多分あるんだと思いますけれども、緊急事態宣言では対策を強化しなかった人も、こういったあの予測情報ですね、早期検知情報の各の、まあ、高い情報があれば、あ 自己防衛として対策を促せるというようなことも見えてきました。もちろんこれ、実際にやったというのと、やろうと思うということなので、ここまで全員やってくれるか分からないですけれども、何かしら訴えかけるものがあるということがあるというふうに思っています。ちょっと時間がありませんので、まとめはここでお示しして終わりたいと思います。